そういう現役看護師空手二段のクラビテンシー中野ジュリアです。お願いします。はい、今日はですね YouTube の登録者数が1万人を突破しました。イエーイ、ありがとうございます。いつもまだまだね未熟な動画ばっかりなんですけど、もっともっと頑張っていこうかなと思います。で、今日はコラボです。いつもの相棒をお呼びしました。お願いします。おっさだーす。おし、いや、お名前、お名前、お名前ってください。おいきです。お願いします。お願いします。暑いですね、暑く、ね、はい、はい、です。今日はね、どうしてもリッキーさんに習いたい技があって、それはあのこの間のブレイキングダウンで、はい、あの披露してた、あの思い出回転ドーマーシゲリって、あの通称呼ばれてる、あの誰もいないところに回転ドーマーシをやったリッキーさんを見て、あ、かっこいいと思って、私ではすごい完璧、技が完璧だったんで、あの蹴りできるようになりたいなと思って、ちょっと難しそうなんですけど、はいはいはい、習いたいです。まあそうですね、まあ一応本当の名前は思い出なしのドーマー式回転切りだけど、ああ、思い出ないんですか。はい、思い出じゃないんで、一応ドーマー式回転切りという技をやらせていただきました。お、今日はそちらを、はい、はい、見てみたいです。そうですね、まあ多分今回ブレイキングダウン見てくれた方も当て方見てもらってないんで、まあ今日実演しながら当て方をまずは解説させていただければなと思います。楽しみ。はい、あっす、お願いします。今日はね、リッキーさんに実演をしていただこうと思います。ありがとうございます。え、当てないですよね多分。 まだ精度上がってないんで、もしかすると当たったら、一生恨みますよそれ一応まあ、 あの空手の試合時代でこれは当てたりはしたことはあるんですけど、まだね、僕まだ未完成中ですけど、まあちょっとご紹介します。相手のその的に対してドーマー式回転切りは倒れ込みながら自分の足の重さを見て伝えてもらう。はい、ではちょっと実際にやっていきたいと思います。感じで、はい、からおお、すごいすごいよね、すごいすごい。大丈夫ですかね。いや、全然全然いい感じです。よかった。え、で、分解していくとどういう、そうですね、ダフにやればいいですか。了解です。で、これにはポイントがあって、例えば今日のマットみたいな感じになると、うん、思いっきり飛び込むようにやってしまうと本当に受け身ができないしじゃないと、やっぱ痛めてしまう、刺激がするリスクがある。この前のブレイキングダウンの時は僕結構飛び跳ねた。うん、飛んでました、飛んでました。はい。あれはちょっとトランポリンみたいになってるんで、正直転がっても倒れ込んでも全然痛くないので、それで思いっきり飛んだんです。ですが、こういうマットになると、これやってしまうと、逆に自爆、もちろんコンクリートじゃできないじゃないですか。できない。なので、でんぐり返しするように背中を保護するようなイメージで、背中を全部丸めて、ゆっくり転がるように倒れて、足を伸ばして、それをぶつけていく。そうやってやっていくと、あの怪我もなく相手に適切なダメージを与えることができる。はい。はい。分解しながら。はい。やりましょうか。はい。はい。で、まずじゃあ解説からします。まあ相手は戦闘モード入ってるんで多分構えてると思います。そうですね。こんな感じで構えてる。で、ドーマー式回転切りの怖いところって自分の頭を下げに行く。これってそうです。はい、リスクあります。今まさにそうです。このまま真っ直ぐ行くと。絶対やる膝私。やりますね。だから相手が来たら、うん、もうこれでもうこっち持ってないですし。もちろん、もらったら一発で終わります、うん、ですが、これをもらわないためにどうするかというと、相手の足の外側に顔を流してあげるだけで、例えば、こうなのか、こうなのか、膝上げても、そうですね、特に左の膝だったら、こうなれば、ずれてくれるプラス、これを利用して、はい、分かりますか、そんな感じで、ずれながら相手に適切に当てることができるんで、イメージとしては、ちょっと斜めの方に、でんぐり返しをしながら、この足をすんげえ足が割れたんです。はい、そうね、でんぐり返しながら、さらにそのでんぐり返し回ったこの足を立てていくと、ちょうど相手の顔に上から振り下ろせる、うん、回し蹴りの軌道ってこう外から来るんで目が結構慣れてるんですけど、縦からの攻撃っていうのは結構かわすのが難しいです。そうですね、多分前蹴りとかもあるんですけど、上からこう落とされ、肩落としとか、うん、後ろ回し、胴回し回転蹴りっていうのは結構かわしづらいです。ですので、相手の外側流れてでんぐり返しのように足を思いっきり転がす。はい、パンです。わかりました。やってみましょうか。やってみます。はい、でやってみましょう。で、まず転がります。はい、お願いします。で、あ、そうそう、わかりました。ありがとうございます。違う攻撃だった。今どうだったんですか。あー、結構リアルだった。結構ね、今のは
僕動いてないんですけど、まだ完全に体自身抜けきれてなかったんで、そのまま電気返しで僕にここに2日に自分から来てたんで、ちょっともうちょいゆっくり、最初肩つけてください。はい、ごめんなさい。ゆっくり肩ここに。そう、あ、違う、下に、このここに抜けていく電気返しの感じで、回らなくていいです。肩をこんな感じ、こんな感じです。こんな感じ、わかる。電気返しやるな。大丈夫ですか？よし。はい。そう、で、そうなって、この足を、僕足上げてください。はい。はい、こういう角度で、こうなってるよ、こうぶつかっちゃって。わかりました。なので、横ではなくて、どちらかって言ったら、流れますね。前に流れてもらう。今私横に行ってるんですか？今のは、こんな感じなのか分からないですけど、ちょっと、それも難しいんですけど、相手の方に、こうなりながら、あー、こう回ってる。なるほど、なるほど。ってなると、今みたいに加速ができなくなる、ブレーキが。なので、この感じです。おー、速い！この上から、ぶつけてもらう感じでやると、立て。私、横。横です。あなた、立て。僕は立て。あー、立て、ドイトーあー、ごめんなさい。さすがにカットしておっすという感じで、まあ違いが縦の方向で回ってるか横に転がるようになってるか、これが縦に行く、だから縦にです。もう正中どんぐり返し、どんぐり返し重りで回転的に新しいことするよ。正中でんぐり返しって感じです。そうですね、まっすぐ行くって。そういうことです。え、じゃあまずは普通にでんぐり返しします。あ、そうですね、それから行きましょう。で、でんぐり返しこっちに振り返すじゃん。え、でんぐり返しでこっちに出てきます。はい、わかりました。はい、まっすぐですよね。そうです、まっすぐ。ここがマットですね、運動の。はい、正解です。いきます。はい、100点、おめでとうございます。怖い、もうなんか、ケツに当たったのが、怖いのよ。今の感じ。今の感じ。で、足の打点をちょっと高くしてみてください。はい、お願いします。よし、そうそう。これ。どこに行ってたの？足の方向があっち行っちゃってるから、もちろん僕には当たらないですけど、はい、あの精度をこっちの方にいかに近づけてくるかがポイントになってくるんで、じゃあ次は実際に、僕の方に足を出すようなイメージで、はい、行きます。よし、あ、そうそういう意味です。そういう意味です。これで高さないと頭当たんない。頑張ってみます。はっ、おー、でもよくなる、よくなる。すごいで、もっとかかとでぶち込んでもらうと、ね、はい、相手めちゃくちゃ痛いです。こちらからミット叩き落とすね。はい、しょ、そう、まだでんぐり返しにちょっとビビってるんでだから音が悪い。でんぐり返しが早く回る回るほど練習力が回れるんで、そこをちょっと意識しながらやってみましょうか。はい、はっ、いやじゃ今飛びたくなっちゃって。あ、そうですね、飛んでもいいですけど、そうですね、はい、怖え、いろんな思い出できますから、はい、飛んでもいいですよ。普通に行きます。お願いします。はっ、お、よいしょ、音変わってきた、全然違う。もう一回かかとでやり直しがちゃんとしたし、すごい、はっ、ふぇー、何これ。いや、トモトモじゃなくて、やっぱり勇気がなかった。普通にやります。行きましょう、普通に、ね、はい、そうですよ。思い出すぎるよね、また。私は思い出作らなくていい。行きます。おー、よいしょー、全然変わった。そういうことです。うまい。意外と、私でもできるから、はい、できるかもしれない。そうですね。で、これはやっぱり当て感とタイミングがすごく大事なんで、やっぱりいろんな技を散らしたりとか、で、上手い選手だったら逆に下がりながら相手が出てくるのに合わせてカウンターで食らわしたりとか、そういうのもまあいろいろバリエーションがあるんで、まあ、まずは今の感じで練習してもらうと技が全て上がります。でもこれを実践で当てるのは本当に難しい。僕みたいに思い出みたいになっちゃう。確かになる。これは難しいですね、実践は。今まで多分一番派手な方かっじゃない、あの技、はい、を習えて飛べたらいいんですけど、ちょっと練習ちょっとね、会場がここだとまだちょっと難しいんで、まあ、本当に上手い人だったらできるかもしれないですけど、まあ多分できる。やめた方がいいですね。結構ね、アクションであるんですよ。こう行って足をばらしてそのまま背中背落ちみたいな、あるんで、結構スタントマンの方とかコンクリートでこうでバンバンやってるんですけど、
本気で、はい、私やったら多分この辺がボロボロ回転回しになっちゃうんで、はい、回転回しの名前どんどん増やさないはい、ちょっと頑張って練習しようかなと思います。はい、今日はリッキーさんにお越しいただきました。ありがとうございました。おっす、おっす。